中沢年少大正十年とは、明治時代の浮世絵師。月岡義年の門人。生は中沢、名は信太郎。年少は豪王で、有罪は別号。王。海の国駒郡伏せ村の百姓。そうはじめ、ウの長男として生まれる。六歳の時父を亡くし、二年後に、刑府、吉地が入り婿、弟が生まれる。明治十四年刑府の命。 A と結婚するが、4年後に離縁。その後、家を弟に任せ上京し、月岡義年のうちで主となった。月岡義年に指示した理由は明らかではないが、義年は、源氏元年に、甲府道訴訟祭礼における幕江政策のため甲府を訪れており、1871年にも山梨県を訪れている。現時元年の来訪時には、 年少がまだ年少であるため、明治4年の来訪時に、吉都市に出会ったか、もしくは山梨において、地元絵師に指示し、東京の吉都市を紹介され入門した可能性が考えられている。明治21年の青山連平書官兵式みゆきの図が、初作で、明治39年まで30点弱の西木絵が確認されている。内訳は、日清戦争関係などの戦争絵が、 最も多い。他に、大判三枚、続くの、吉常最高期のような武者絵や、日本戦警などの風俗画が知られている。明治31年頃に山梨に戻り、県内を転々としながら、地元の人々のために、肉筆画を手掛けた。これは、日清戦争後に、浮世絵が衰退に向かい浮世絵師を引退したのが、理由だと考えられる。年少の肉筆画は、 西系とは違って、世相画は見られず、歴史が、人物が、美人が、さらに南画風が強い山水画や花鳥画など、地元を中心に百数十点確認されている。大正の初めには三日町の大田源七、中村栄一、加藤はじめ等が、子供の頃支持を受け教時代として酒を持参したそうで、ある。大正10年東京で隠ししたと伝えられるが、移説もある。 吉しとと、山梨、吉し、よと山梨、貝まなの第13号、50ページ。ID8661 春秋秒部、資料情報、収蔵品データベースやまなし県立技術館。ID8662 三国史資料情報、収蔵品データベースやまなし県立技術館。 ID8663 三国史資料情報収蔵品データベース山梨県立技術館 ID8664 三国史資料情報収蔵品データベース山梨県立技術館 ID8665 三国史資料情報収蔵品データベース山梨県立技術館 ID8666 フルーメ 資料情報、収蔵品データベース山梨県立美術館、ID8667 難航伏の図、資料情報、収蔵品データベース山梨県立美術館、ID8671 梅天神、資料情報、収蔵品データベース山梨県立美術館、ID8672 張仕事、資料情報、 収蔵品データベース山梨県立美術館 ID8673 白うさぎ資料情報収蔵品データベース山梨県立美術館 ID8674 夏資料情報収蔵品データベース山梨県立美術館ありがとうございます